皆さんこんにちは、こんばんは。ゆっくり霊夢です。さないです。本日は2023年1月17日に行われた第8期叡王戦本戦、佐藤康光九段と服部慎一郎五段の一戦をお送りします。さて、藤井聡太叡王への挑戦権をかけ16名で争われる本戦トーナメント、この対局の勝者は次戦本田五段と対戦します。では早速対局者のプロフィールを確認しよう。まずは佐藤康光九段。1969年10月1日京都府八幡市出身。田中海舟九段門下の53歳。今期竜王戦2組12戦 A 級タイトル戦登場37回で獲得13期、特に棋聖は通算6期、永世棋聖の称号資格を獲得しています。その棋風は自流というには自流すぎ、無秩序というには整いすぎている。まさに天衣無縫、掴みどころがないのが特徴ね。人はその様子をして丸太をぶん回すと称し、不利な状況からも一撃必殺で動き抜く暴力的な展開に期待しよう。それではもう一方、服部五段。1999年8月2日、富山県富山市出身。中田翔道七段門下の23歳。今期竜王戦5組、12戦 C 級2組。タイトル戦経験はまだないものの、一般棋戦優勝2回。対局数、勝ち数と連勝ランキング3冠で暫定トップ。現在の若手トップクラスの実力です。そしてその棋風はやはり掴みどころがなく、忍びのように素早く動き、相手を強襲、破壊活動を成功させる。ペースを握らせたら非常に困る、そんなテンポいい将棋が特徴です。というわけで本日のこのカード、両者ともに形にとらわれない将棋が特徴。どんな展開になるのか想像もつきません。常人には測れないその将棋、楽しみにしよう。さあ、それでは皆さん、ゆっくりしていてね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、服部五段。さないが後手、康光九段です。それでは、お願いします。2六歩。3四歩、挑戦権をかけて争う、16名によるトーナメント。7六歩、絶対王者、藤井叡王へ挑戦するのは誰かな？9四歩、熾烈な争いが繰り広げられそうですね。9六歩、さて、早速だけど端歩を突き合う立ち上がり。8八角なる、角交換振り飛車の立ち上がりですね。同銀。そして康光九段といえば、その代名詞。4二銀。ダイレクト向かい飛車が想定される。4八銀。隙を埋めつつ、対抗形を視野に構えよう。3三銀。一手損角代わりへの変化もあるので。6八玉。振るのを確認するまで、柔軟に組み立てよう。2二飛車。いえいえ、警戒するまでもなく振りますよ。おっと。7八玉、それでは規定路線、対抗形に組み上げよう。6二玉、しばらくは陣形を整えていきましょう。5八金右。7二玉。なお、両者はこれが公式戦初手合。4六歩。東西の違いはありますが、意外な事実ですね。8二玉。さあ、何はともあれ戦闘の準備を進めよう。3六歩、右の銀形の活用を目指していこう。7二銀、手軽に固く囲える、美濃囲いです。2五歩、いつでもぶつけられる装填を作っておくよ。5二金左。4七銀。玉頭戦も見据え、陣形に厚みを作りましょう。6四歩。7七銀。7四歩。8八玉。美濃の弱点、小銀をカバーする。6三金、高美濃の形に変形です。7八金。7三桂。6六歩。ある程度守りが定まったところで。4四銀、左銀を上げ、攻撃の体勢も整えましょう。5六銀、明確な装填ができてきたね。その銀は邪魔なので、5四歩、このまま伸ばして後ろに下げましょう。では当てられる前に、6七銀、むやみに争わず、銀矢倉に構えて待ち受ける。5五銀、銀をおとりに前に出し、先手の歩突きを誘います。5六歩、このまま4筋の歩を取ると、銀バサミにされてしまうので、4四銀、形を乱して成果とし、一旦収めます。8六歩、どうやらまだ、牽制が続きそう。8四歩。ならば時間をかけて硬さを補強。9八香、穴熊を目指して高校の憂いを立ちに行こう。3三桂。9九玉。
さて、中段で平行に駒が睨み合い、均衡状態になったところ、先手は穴熊に囲うことを選択しました。これからフィールドで殴り合うにあたり、駒が揃うまで詰みがない、という安心感。真正面からぶつかる対抗形において、このアドバンテージは大きいよ。ただそれは発揮を閉じ、駒を寄せて組み上がった場合、穴熊を組むのに、一番不安定なのは、穴に王様が入り、蓋が閉じられる直前、つまり今だ、ということですね。前線は煮詰まり、あとはいつ仕掛けるか。ならばここを置いて他にはないでしょう。5五歩、さあ、どんどん行きますよ。3五歩、後手が動いたのを確認し、負けじと仕掛ける。同歩。桂馬の頭を開けた上で、一歩獲得。5五歩。隙になっている系統を埋めながら、3四角、連結の要、銀に照準を合わせます。5四歩、じっくり5筋を進めていくよ。3六歩、桂跳ねを牽制しつつ、歩を消す目的です。7五歩、お互い系統に狙いをつけているんだね。同歩。系統にスペースを作ったその上で、2四歩、2筋もぶつけ、押し込んでいくよ。3七歩なる、無視して飛車に当てていきましょう。同桂。ここでもやはり系統攻めですよ。3六歩、取ったその手が飛車にも当たります。何のこれ式。3五歩、角の退路を断ち切って態度を問い、もし仮に、同銀としても、先手4五桂で桂馬をぶつけ、後手同桂、先手2三歩なるで飛車に迫り、もし、同角とすれば、後手の攻めはスピードがガタ落ち、同飛車でぶつけてくると、先手同飛車、後手同角で飛車がさばけ、5三歩なるの飛び込みに同金を誘い、7四歩の筋が気分がいいね。つまり、その場で受けていては一気に持っていかれるわけですね。これは少し思い切り、打開をしなければならないようです。先手陣を削りつつ、強く迫れる丸太砲は、6七角なる、勝負の一手、角切りで局面を進めます。同金右、それでも、金駒を寄せて硬さは維持する。3七歩なる。2九飛車。飛車を追って前に出ますが、3八と金。一気に移動し、追って逃れる。7九飛車。ここまで届くには時間がかかるでしょう。5二飛車、開けている5筋から侵入を目指しましょう。3四角、安全に、馬を作っていく狙い。5四飛車。4三角なる。5八飛車なる。後手は竜を作って攻めてきたけど。3六角、要所に角を置き、攻防に生かそう。馬か角、どちらかが飛び込めば、金2枚との交換ができそうね。せっかく作った竜ではありますが、6七竜、ぶった切って勝負をかけます。思い切ってきたね。同金。まずは角に飛び込まれると困るので、4五歩、ラインをせき止め攻めを遅らせます。紐がついていない、銀を取れば、馬の守りが外れる8七に、桂馬を打ち込みましょう。8八銀、8七をカバーしつつ、王様の守りを補強する、飛車先が通るのもいい感じ。ぐぬぬ。3七と金。角を引いて安全を確保、6九角、攻め手は十分、じっくり行こう。カツラ打ちの筋がなくなった以上、3五銀、これ以上駒を渡すことはできません。それでも、3二飛車、後手玉のラインに飛車を設置、寄せに取りかかろう。5二歩、金駒は十分、耐えて反撃を狙いたい。5三歩、焦らず着実に崩していこう。4一金、最大の脅威、2段目の飛車を下げさせます。3三飛車なる。先手の攻めを遅らせた上で、5五桂、攻めの拠点、桂馬を設置します。6八金。6七銀。このやりとりは攻め駒の補充と割り切って、同金、許容範囲として受けておこう。同桂なる。さあ、いよいよ最終盤。7四歩、小瓶の系統から切り口を入れようか。同金。後手の陣形を乱し、退路を塞いだ上で、5二歩なる。さあ、決着をつけに行こう。ぐぬぬぬ。同金左。同馬。同金。ここで先ほど引いていた角を再活用。2五角、穴熊の暴力で、攻め合いに優位と見た。7八金。先ほど獲得した銀を使って、7一銀、後手玉を引きずり込む、誘いの手よ。同玉。そして角を成り込み、間近に迫れば、5二角なる、6二銀以下の詰み、私の勝ちよ。その通り、6二銀を打たれれば、5
後手8二玉、先手7二金、後手同玉、先手6一馬で下段に落とし、後手同玉、先手6三竜で絶体絶命。では、王手がかからぬうちに攻めに出たとして、先手同玉に対し、後手7七銀としても、先手同桂、後手同成銀、先手同飛車で攻めが続きません。どうやらここまでのようですね。負けましたー。ありがとうございました。完全に封じ込められてしまいました。ダイレクト向かい飛車の序盤から、長期戦を見据え、穴熊に組もうとした先手。この状態でも、いわゆる矢倉穴熊ですが、天井が間延びしている分、安定感に欠けています。私としてはこの瞬間に攻めかかり、無防備で動けない先手玉を狙えればよかったのですが、空いた系統を埋めるため、角を打ち込んで対応したけれど、その分角のラインが王様とずれてしまい、直撃コースが難しくなってしまいました。角を温存した先手との自由度の差もあり、後手はさばき方に苦労した印象が強いね。角頭を攻められ、切りに行かざるを得ず、攻め手が不足したのも苦しかったです。その分、金駒が充実しはしたけれど、角2枚がパラレルに後手陣を狙い、残った竜も切らなくてはならなかった時、そこから攻めにつなげるのは難しくなっちゃったね。金駒を削ったとはいえ、大駒はすべて先手、そして未完成とはいえ、穴熊の耐久力は、やはり速度勝負で、アドバンテージが大きいですね。服部五段のバランス感覚というか、速度の見切りによる、干渉不と言っていいね。お見事です。この結果を受け、服部五段はベスト8進出、次戦は本田圭五段と対戦ね。さあ、それではこの辺りでお開きにしましょう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録を。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローをお願いします。さあ、それでは皆さん、バイバイキン。